こんにちは、ワールドリエタスです。今日はですね、最近気に入りまくりのヘアケア商品をご紹介していきたいと思います。イエーイ。私ね、今までもね、何度もね、皆さんにね、アホ毛がすごいだの、髪がバサバサだの、髪がなんじゃらとかかんじゃらとか言われてきたんですよ。そうです、私髪の毛に何十年も悩んでた。本当に悩んでて、中学校の頃とかね、サイババって呼ばれてましたからね。サイババみたいな感じですげえ笑われてて、サイババって何っていう人はね、ググんなくていいですよ。まずね、量が多いのと、髪の毛がパサパサしてるのと、あとは癖っ気なのと、あとはね、太い、そんな感じですよ。最近髪の毛の量がね、落ち着いてきたと思いませんか？私だけかな、思うのは。そうだから、最近使ってるヘアケアをね、紹介しようっていう前置きが長くなりましたが、最近使ってるのがね、こちらなんですよ。じゃじゃん、ラカスタシリーズを使っています。こっちがね、ラカスタアロマエステヘアソープ35番、弱酸性シャンプーというので、こっちがラカスタアロマエステヘアマスク35番、ヘアトリートメントというもので、これをねセットでね使っております。この35番のシリーズっていうのは、もうとにかくしっとりまとめてくれるっていうシャンプートリートメントのシリーズです。私みたいに髪がもうボサボサで多いとか、まとまらないとか、もうパサついてるとか、梅雨の時期ポサーンって髪の毛がはみ出まくったとかね、はみ出まくったってなんだろうっていう方におすすめなのが、この35番のものですね。で、まずこのラカスタのシリーズっていうのは何なのかっていうとね、まずね、香りを嗅いでほしいんですよ。香りね、はい、します？しませんね。私はするんですけども、ふざもう香りを嗅いだだけで、あ、これオーガニックのシリーズなんだなって速攻で分かるような香りがしてます。ローズマリー、ティーツリー、ローズ、カモミール、ゼラニウムとか、こういうののね、エッセンシャルオイルがね、こう入っててね、フローラルハーブの香りが心を和らげてくれます。もうなんだろう、おしゃれな美容室のアロマオイル炊いてますみたいな、言えなかったけど、アロマオイル。結構ね、アミノ酸系シャンプーはね、髪の毛にもいいよってよく美容師さんにね、いつもいつも言われて言われていたんですけれども、アミノ酸系シャンプーって結構高いんですよね。でもね、これはね、2000円、2000円なんですよ、それぞれ税抜き。割とね、手が出しやすい価格ですよね。このシャンプーのいいところっつうのが、めっちゃ泡立ちいいんですよ。アミノ酸系のね、シャンプーはね、泡立ちが弱くてね、なんだろう、いっぱい使っちゃって結局消費早いみたいな。わかります？この気持ち。今胸下ぐらいのロングヘアなんですけど、500円玉台ぐらいここにこうピーッとこう出して、結構すんごいモコモコ泡が立つんですよ。すごい、なんか泡立ち力が今まで出会ったこういうアミノ酸系のシャンプーよりも優れていると思いました。同じくね、このヘアマスク、これの驚いたところっていうのは、5分とか10分ぐらい時間を置いてから洗い流すっていうことをやってるんですけども、洗い流した時にまずね、トゥルンってなんです。あれ、なんかこれ洗い流せてんのかなっていうぐらい、もうね、髪の毛が結構ね、チュルチュルになるんですよ。なるんですよ。私ね、乾かしてからの髪をね、初めて旦那さんに褒められました。これはね、結構ね、レアなことです。8年ぐらいずっと一緒にいますけれども、髪の毛を褒められたことは今まで一度もありませんでしたまあね、これでもね、まだまだね、ボサボサなんですけども、だからね、ちょっとね、これはね、思い出のね、ヘアケアになりつつあります本当に完全に身内ネタみたいな感じなんですけど、そう、それぐらい本当にね、今までね、何のシャンプーを使っても、どんなに高いトリートメントをしてもね、剛毛な髪の毛がこのシャンプーコンディショナーで一気にね、褒められ髪にね、成長するという、素晴らしい。あとはね、他にもね、シリーズがね、実はね、すんごいたくさん出てるんですよ。こんなになりたい髪に合わせて使ってあげるっていうのが一番いいと思います。本当にいいのって思った人は、概要欄から商品ページを見てみてください。最後までご覧いただきありがとうございます。よかったらチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。バイバーイ。